ノルウェー国立美術館は国民的画家エドバルト・ムンクが代表作「叫び」に自ら落書きしていたと分析結果を公表した「狂った人間にしか描けなかった」という鉛筆書きが赤外線による解析で本人の筆跡と一致した作品は登場人物の歪んだ表情などを通じて人間の不安を描く。 だが、厳しい批判や作者の精神状態をいぶかしむ声にさらされ昇進の画家はやり場のない怒りを落書きに吐露したのであろう。落書きは心の叫びでありいつの世も書き手の心情を映し出す鏡といえまいか。天童誌の弱小寺観音堂は 中世から近世までの関係者による落書きが壁一面に残る。中でも江戸初期は住所プラス人名プラス形見形見の定型の表現が目立つ。全国の寺社で同時代の落書きに共通し形見記念と自分の名を形見に残す意味があるという。調査した、 国立歴史民俗博物館の三上義孝教授は観音信仰に伴う巡礼と不可分の関係にあったとの見方を著書「落書きに歴史を読む」に記す弱小寺は最上三十三観音の一番札所コロナ禍で延期された「寝戸市連合御開帳」は5月から行われ巡礼者は「 「祈りに親眼を寄せる」